成人式。成人式とは、成人式を行う年度内に、満二十歳となる人々を、学齢ごとに、各日本の地方公共団体ごとに一月台に、月曜日、成人の日に、自主的に招き、激励、祝福する行事、イベントである。講演会やパーティーを開いたり、記念品を送ったりする。日本政府の主催ではなく、各地方自治体が自主的に行っているため、 万二十歳の学齢方式はどこも同じだが成人の、以外に主催する、自治体も存在する。成人を祝う儀礼は、古くからあり、男子には元服、ふんどししく、女子には模擬、血髪などがあった。文化人類学や民族学では、こうしたものを、通過儀礼、イニシエーションの一つとして扱う。皇族の成年式は、 公述の通り1909年から1947年まで行われていた。日本における今日の形態の成人式は、第二次世界大戦の敗戦間もない1946年、昭和21年11月22日、埼玉県北足立らび町、現、び市において実施された青年祭がルーツとなっているのが説である。 敗戦により巨奪の状態にあった当時、時代を担う青年たちに明るい希望を持たせ、励ますため、当時の埼玉県わらび町青年団長、高橋章二郎、後わらび市長が、主相者となり、青年祭を企画、会場となった、わらび第一国民学校、現、わらび市立わらび北小学校の校庭にテントを張り、青年祭のプログラムとして行われた。この、 青年式が全国に広まり現在の成人式となった。わらび市では、現在も、青年式と呼ばれており、1979年、昭和54年の成人の日には、市政施行20周年、成人の日制定30周年を記念して、同市内のわらび城市公園に、青年式発祥の地の記念碑が、同市によって建立された。わらび町の青年祭に影響を受けた。 日本国政府は1948年昭和23年に交付施行された祝日法により大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますの趣旨もと翌1949年昭和24年から1月15日を成人の日として制定した。それ以降、ほとんどの地方で成人式はこの日に行われるようになった。その後、 1998年、平成10年の祝日法改正、ハッピーマンデー制度に伴って、2000年、平成12年より、成人の日は1月第2月曜日へ移動している。なお、2018年近くの調査によって名古屋市、また、宮崎県東臼杵郡諸塚村も、発祥の地を名乗っている。成人式の参加対象となる成人は、 前年の成人の日の翌日からその年の成人の日までに誕生日を迎える人を祝う日となっている。しかし、最近、特にハッピーマンデー制度導入以降は、前年の4月2日からその年の4月1日に成人する人を式典参加の対象にする、いわゆる学齢方式が定着するようになっている。ただし、誕生日を迎えていない新成人は未成年者、飲酒禁止法、 未成年者喫煙禁止法によって酒を飲んだり、喫煙をしたりすることは禁止である。年齢方式の場合、誕生日の遅い早生まれの人が、他の参加者がほとんど見ず知らずの人になってしまったり、ハッピーマンデー制度によりその年の成人の日は19歳で、翌年の成人の日は21歳というケースがある。 1987年1月9日13日1992年1月10日13日生まれの場合ことにより学齢方式に変更された経緯がある。他に北海道札幌市と広島県広島市ではこの1年間に20歳の誕生日を迎える人を成人式参加の対象者とする歴年方式が用いられていた。しかし大学受験で一浪しただけで 式典参加が困難になる場合が多い上、前年にた市町村で成人式の対象とならなかった人が翌年、進学や転勤で転入した場合、2年続けて参加できなくなるなど若者の不評が多かったことから、両氏とも2000年以降は学齢方式に変更されている。1960年代までは新成人は半数以上がすでに社会に出ている。 勤労青少年だったが、1970年代以降、大学、専門学校進学者、率の増加や中卒、高卒就職者の減少から、新成人全体に占める在学者の割合も年々増加しており、現在に至っている。成人式の式典は、成人の日、または、その前日、常に日曜日になるに開かれることが多いが、必ずしもそうでない地域もある。 成人の日以外での式典開催は、その年のゴールデンウィークやお盆、旧盆、あるいは正月三が日,日から末のうちに行う、市区町村も多い。例えば2017年度の新潟県においては、本来の成人の日である1月8日に実施する、事例は全くなく、前日の1月7日が西に会場のみで、残りは3.45.8月のいずれかに行われている。 特に豪雪地では1月よりも温暖であり、雪で、晴れ着が汚れる等の問題もある。また就職や進学で地元を離れる人が多い。地域においては実家に帰省する人が多い5月の大型連休や8月のお盆に実施する方が参加しやすいためである。かつては1月に開催していた実地帯も5月、新潟県長岡市の5地域や8月、新潟県長岡市の残りの6地域。 和歌山県東室郡大寺町、石川県河北郡津幡町に変更したところもある。大抵の場合、その市区町村内で多くの参加者を収容できる多目的ホールや大型体育館が使用される。政令指定都市や中核市のような大規模な市の場合は、全市まとめて一つの会場で行う、市、行政区、またはそれに準ずる、地域ごとに会場を設ける市、 さらに細分化した地区ごとに会場を設けるしと様々である。また、平成の大合併などによって面積が拡大した、自治体も、合併前の自治体単位など参加しやすい区域ごとに、会場を設ける場合がある。特徴的な開催場所としては、地元のテーマパークで開催する、自治体もある。例として1998年から2013年までの、 福岡県北九州市におけるスペースワールド2018年1月1日午前2時で平園での成人や2002年以降2018年現在も続けられている千葉県浦安市での東京ディズニーランドでの成人式愛知県安城市のデンパークでの成人式などがある浦安市の場合は報道メディアに取り上げられるが批判もある 例えば、2006年1月10日朝日新聞有刊一面、ソリュー氏は、浦安の新成人、遊園地のネズミ踊りに余ったれた顔して喜んでる、ようじゃ、この先思いやられると書き。千葉県成田市では、例年成人式を開催していた、会場施設が改修工事を行ったため、2015年1月は、成田国際空港、第二ターミナルビル前の屋外スペースで開催した。 それ以降、2018年現在も続けられている。名古屋市16区のうち、東区、中区、昭和区、厚田区を除く12区では、小学校の学区ごとに、主に学校施設を使用して、成人式を行っている。2018年開催の市内の成人式会場は、174会場にも上る。なお、成人式の参加に、 事前の申し込みが必要な自治体もある。また、回避制としているところもある。例えば、愛知県犬山市。2004年3月に、横浜市教育委員会が行った市民意識調査によると、元来の趣旨である、新成人が大人になったことを自覚するための行事が、ほとんどの世代で最も多いものの、参加対象層である、未成年、新成人、20代においては、 友達同士が再会する同窓会のような行事が約2割から3割に及んでいる。他に20代以下の女性においてはスーツや晴れ着を着て新成人が一堂に会する行事が2割台に及んでおり、開催側のイベントの趣旨設定が参加対象者層のイベントへの期待と乖離しつつることが伺える。上記の調査においては高校生未成年層では成人式に 参加したいという回答が82.7%参加したくないが17.2%となった高校生未成年層の回答において参加しない理由は内容に興味がないからが36.8%で最も多くなっている歌手などによるコンサートなどのアトラクションについては高校生未成年新成人において必要であるとした回答が50%を超えた 一方、市長や政治家の来賓等の紹介については、必要ないという回答がすべての世代で過半数を超え、横浜市の提言書では、式典全体を上調にし、内容を乏しくする一因となっていると評している。もともと成人式は、法律の趣旨にもあるように、一定の年齢に達した青年を行政などが祝福、激励し、これに対して参加者が、 責任ある自立した社会人としてより良い社会の創造に貢献していくとを決意し、それを広く社会に啓蒙するためのものだった。しかし、1970年代に入ると受験戦争の激化による浪人の増加で大学入試センター試験、旧大学共通第一次学力試験と日時が重なる。上記の横浜市教委の市民意識調査では、新成人では、 成人式に過したという回答は74.6%参加しなかったは25.4%で20代では参加したが69.9%参加しなかったは30.1%となっている新成人20代の回答では参加した理由としては一生に一度のことなのでとりあえず参加したが45%前後で最も多く 参加しなかった理由としては、仕事や勉強などで時間がなかったから新成人18.8%、20代28.2%で最も多かった。最近では自治体が工夫し、出席率が上昇しているところもある。都市化の進展で、軍部の成人式出席該当者が減少し、一方で都市部の該当者が顕著に増加した。軍部では高校卒業後に、 大学進学や就職などで都市部に出て行ってしまうものが多く、大学生は冬休みが終わっていたり、社会人もすでに正月三が日に休みを取っていて1月15日の成人式のためだけ帰省するのは困難な状況であった。そのため、軍部ではお盆期間に成人式をする自治体が増加した。また、成人式の案内状は住民票などを元に送られることも多く、 故郷の成人式の案内状が来ないこともある。現住所と異なる市町村の成人式に出席したい場合は、自ら希望する市町村に申し出る必要がある。成人の日が第2月曜に移行した2000年ごとから、地方部、中核市以下の市では、その前日に行うケースも少なくない。またこの時期でも規制が困難、または規制ができても、 物理的な負担が大きいなどされ、お盆と異なり季節が同じに正月に行う例もある。箱物行政と言われながら公共事業の予算が増加し続けた1990年後半までに成人式の式典が十分開催できる施設が都市部でも拡充した。しかし、第二次ベビーブーム世代が成人式を迎えた1990年代前半が過ぎると、 少子化の影響で成人となる者の,の数が減少の一途となっていった。1990年代末ともなると、都市部では、式典会場の空席が目立つようになった。また、空席の増加により、従来会場内に入らなかったような層が、会場内に入れるようになり、それまで会場外で行われていて、問題とはならなかったようなことが、顕在化してきた。例えば、死後が収まらない。 会場内で携帯電話を使う、そして一部では数人の新成人グループが会場で暴れ回って指揮を妨害するケースなども見受けられる。公務執行妨害を理由とした事件を中心に逮捕者が出るほどの騒ぎに発展した市町村もある例2001年に受ける高松市。また、 成人の日が1月第2月曜日に移った2000年以降は、学齢方式を成人の対象とする自治体がほとんどになったことから、成人式が事実上中学や高校の同窓会的な意味合いで捉えられるようになってきた。さらに、式に出席する若者が、外面的には着物で豪華に着飾っていても、会場では、久しぶりに会った友人との談笑などに熱中する、あまり、 主催する自治体主張などの式辞、講演に関心を示さず式典騒がしくなっている。その結果、本来一人前の大人としての決意をすべき場である、成人式がかえって若者のモラル低下を露見させる場となっている。このような現象のことを、成人式での753現象という、21世紀に入っても各地でこれまでに様々な問題が起きている。 お笑いコンビ、ロンドンブーツ1号2号の田村敦氏が2016年、平成28年1月11日にツイッターで成人式のモラルの低下について言及し、成人式のあり方についてアンケートを行った結果、翌日18時までに約6万900票が集まり、70%が成人式自体は必要との認識を示した一方、 今まで通り必要は33%にとどまり、形を変えて必要が35%、必要ないが23%、わからないが9%と、廃止も含む何らかの現状変更が必要だとする回答者は半数を超えた。2016年、平成28年に、公職選挙の選挙権年齢を20歳から18歳に引き下げる公職選挙法が改正され、2018年、 平成30年には成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が閣議決定される度従前の20歳成人から18歳成人へ移行する動きが活発になっている。ただ成人年齢が引き下げられた年の成人式は満20歳、満19歳、満18歳の3学年が対象になるため会場確保が難しなる問題が生じる。 また、18歳の多くが高校3年生にあたり、成人式の開催時期が大学受験や就職活動と重複するため、これから新成人を迎える世代から不安の声が上がる。ほか成人式参加者からの需要に支えられてきた五服業界からも強い懸念が提示されている。成人式では、単価の高い和服、五服 特に女性の振袖を着用する新成人が多いため、和装業界にとって最大の稼ぎ時と見られている。近年、日本人の和服離れが進ん後、服店が減少の一途をたどる中で、若者に着物の良さをアピールする数少ない機会となっている。近年では、男性が門付け袴などの着物で参加する姿も目立つ。和服は高価であるため、レンタルで済ませる人も多い。 また、新成人の着付け、化粧、ヘアメイクなどをする美容業界にとっても、成人式の日は稼ぎ時である。その他、成人式前には、本格的に化粧を始める新成人に対して、メイク講習会を行ったりして、自社の化粧品の売り込みを行う化粧品業界の動きがあり、また、式当日に着付けが終わった新成人が記念写真を撮る。 写真館でも宣伝に力を入れたりと、関連ビジネスの新成人に対する顧客、獲得競争は熱を帯びている。2018年には横浜市などで、振り袖販売などを手掛ける企業、晴れの日が、同年の成人の日に当たる1月8日に突然、事業を停止したため、同社から購入、またはレンタルで着付けを予約していた、新成人らがれきを切ることができず、 式への参加を取りやめるものが出るなどの事態が発生した。同社には2年先の成人式に向けて予約金を払った客もおり、これについて和服業界の関係者は少子化を背景に物が顧客を先食いしていると指摘している。振袖市場は年680億円市場で9割以上が成人式用。平均価格は購入で36万円。 レンタルで15万円。他方、百貨店で年2回ほど催される、貸し衣装代処分紙では1万円程度で購入できる。レンタル衣装が届かないというニュースもあり、レンタルは不安と、例年より、売れ行きが良いとの報道もあった。振り袖業界の売る側は、早いもの勝ちとばかりに、高校生の名簿を買って勧誘るが、こうした行為は、個人情報保護法に抵触している。 晴れの日の被害相談は560件以上、契約ベースで1億8400万円に達した。晴れの日に対しては、横浜南労働基準監督署が2017年8月から12月に、従業員の賃金未払いで、計護回是正勧告していた。被害相談は2018年の成人式だけでなく、2019年、2020年の成人式や、 大学卒業式に関するものも含む、かつては不動産などの担保なしの融資は金融機関もしなかったが企業成長に柔軟に対応する融資になり、成人式に金が入るまでギリギリ金融機関が待ったことが企業を延命させ被害を拡大した面もある。20歳は青年なので保護者の同意が不要なので親の契約取り消しできないことも被害拡大させた。 2018年国会では18歳、成人改正案が提出されると18歳以上の契約に親の同意は不要になるので消費者教育がますます必要で法的規制もあり得るかもしれない。東京商工リサーチによると晴れの日の負債総額は2016年9月時点で約6億1000万円で約3億2000万円の債務超過であった。振袖は 現在、女性にとって、成人式の制服のような伝統となっているが、これは、作られた幻想であり、着物プロデューサーの石崎伊佐によると、第二次世界大戦中に贅沢品が禁じられ、壊滅状態になった着物業界が、昭和三十年代に復興作として、成人式に着目し、上述の幻福をヒントに、未婚女性の霊奏である振袖を、成人式に着てもらおうと、 当時の百貨店が中心に動いたことがきっかけだという。現在では約2800億円とみられる和装市場のうち、成人式の振袖関連が700億円程度と重きを成している。成人式の風習が広がり始めた当初から、女性は振袖が定着していたわけではなく、常実の青年祭の参加者の服装は、わらび市によると男性は国民服、女性は モンペだったという。毎年、高等学校卒業者を多く採用する産業で、祝祭日が書き入れ時となる百貨店、スーパー、外食産業などの小売業や鉄道、軌道、観光バス及び船舶などの運輸事業、鉄鋼、科学、繊維、製紙自動車などの製造業、電力、都市ガスなどでは、事業の正確上交代勤務やシフト勤務が多く、 それゆえに市町村が行う成人式に参加できない人も多くいる。そのため、これらの業種では、社内、職場内で独自に成人式を実施する企業が多く見られた。代表的なものには、トバスや、名鉄グループ、富士急行などがある。しかし1990年代以降は、不況や大学進学者の増加などで、 高等学校卒業者を採用しない企業が増えたため、20歳を迎える従業員も減少し、就職氷河期も参照、加えてリストラや経費削減も追い打ちをかけ、社内成人式を取りやめた企業が多い。逆に、トヨタ自動車のお膝元である、豊田市、ほとんどの会場や愛知県内のその周辺の一部の市町村では、同社の業務日程。 トヨタカレンダーに合わせて成人式の開催日をずらしている。自衛隊や海上保安庁では基本的に全寮制で勤務日程が故郷の成人式と重なって出席できない者も,もおり各地の中屯地や基地、海上保安大学校や防衛大学校などの教育施設において個別に成人式を行っている。陸上自衛隊では FH70、 松山駐屯地や戦車と綱引きをする、北絵には駐屯地など、駐屯地や部隊ごとに特色がある。海上自衛隊の隊員の中で知らせに、乗船中だった場合は、南極で成人式を行うこともある。知的障害者構成施設など全寮制の施設においても、入所者の成人式を行っている。芸能人も、上気職業同様。 祝祭日が書き入れ時となる場合も多いため、芸能事務所単位や、得意な例としては AKB48 では、姉妹グループと合同で、同様の成人式を開催している。沖縄県石垣島の石垣市白穂では、成人者が公民館に村人を集め、成人したことの喜びと村への感謝を踊りで、表現するといった行事が伝統的に行われ、 各テレビ局のワイドショーでも荒れ模様となっている沖縄の成人式の中でとこれを取り上げている。地方によってはこういった形の成人式も多数存在する。最近では学校行事や総合的な学習の時間、総合学習などで20歳の半分の年齢である10歳、小学校4年生の時にほとんどの人は迎えるを対象に1、2成人式。 二、2分の一成人式、十歳、式、十歳式を開く。小学校が全国的に増えている。一、二成人式に関連して、十歳を迎えた娘がいる。家庭では、母子で話して、一緒にファーストブラを買うよう勧めているメーカーがある。また一部の中学校は、中学二年、または三年になると、学校行事として、立志式、立志式、立春式。 立春式、少年式、使用年式、元服式、元服式を行うところがある。これは、昔の成人式にあたる元服を迎える時期が、現在の中学生の時期にあたるため、その風習を学ぶ意味合いも兼ねている。さらに、非選挙権を得た25歳を祝う、第二成人式の開催も始まっている。第1回目は、2010年。 平成22年1月11日の成人の日に東京都中野区の中野サンプラザで開催された。また、新たに30歳を迎える人への激励、祝福を行うイベントとして、2012年、平成24年に、みそじ式が神奈川県川崎市で、30歳の成人式が京都府与佐郡与佐野町で開かれた。地元を離れて疎遠になった。 同級生との絆の確認や地域社会のつながりの強化を狙ったもので、みそじ式は神奈川県平塚市や北海道、大阪府、新潟市、女水会館、明治記念館など30歳の成人式は北九州市、横浜市、福島県岩き市、福岡市、宮城県塩釜市、ホテルの宴会場などでも開催の動きが広がっている。千葉市では、 熊谷春人市長と山里良太南海キャンディーズ花見川区出身が発起人となって40歳の W20 歳に成人式が2018年から行われるようになった。天皇皇太子及び皇太子の成人年齢は皇室天範により18歳とされている。1909年の皇室成年式例から皇族のうちの天皇皇太子及び 皇太孫、神皇、王については、青年式が行われるようになったが、1947年の皇室令及び付属法令廃止の件で廃止された。皇族青年式は天皇及び皇族が青年に達した時に行われる儀式であった。皇室青年式令、明治42年2月11日皇室令、第4号日本国憲法施行に伴いすべて廃止。 によれば、天皇、皇太子及び皇太子は、万十八年、その他の皇族は、万二十年に達した時に行われた。天皇の場合、剣書の前で行われ、五条、剣書、皇霊殿及び神殿に報告し、直死に、神宮、神武天皇三領、先定先記載の三領に奉兵させる、三条。式が終わって、皇霊殿及び神殿に越し、 また、太皇太后及び皇太后に絵し、正殿に寄して、長蛾を受け、宮中で共演を賜う、五条以下。皇族の場合、検所の前で行われ、終わって、皇霊殿及び神殿に絵し、天皇、皇后、太子皇太后及び皇太后に朝見する、九、十一、十二条。皇太子及び皇太孫の場合、式日に、賢どころ、 高齢殿及び神殿に報告し、式後、宮中で共演を賜う、十、十二条。その他の国では、日本のように成人年齢に達したことを、全国一斉に祝うような祭典を行う国は、ほとんどないが、中華人民共和国などでは、成人となった時期、十八歳のイベントを、成人式として表現することもある。成人となる年齢は、各国で異なるが、 成人年齢のデータがある187の国、地域のうち141の国、地域で成人年齢が18歳、16歳、17歳も含むである。世界各国の成年になる年齢については世界における成人年齢一覧を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。